小太郎さんと京都に行く機会があって、はいはい、京都から乗ってね、はい、スジャータのあのカチカチアイス、カチカチアイス京都で買って食えたのね、あの浜松なんで結構行きましたね。1時間まあ、行きましたね。あれ俺雪解けって呼んでんだけど、うん、雪解けを待つのが楽しいのよ、うん、で小太さんとにかくせっかちやん。せっかちですね。まずあの手で温めたんですよ。どのぐらいになったらいいんですかあれ。溶け出すと早いんだけど、あまりにもカチカチになってるのよ。でそれでも手じゃこれもう無理だなと思って多分ねその時持ってた水だかお茶だかを、はい、あのほらクレーターみたいにちょっとへこんでるところあるから、はいはい、あそこに垂らしたんだよねそうするとちょっと早く溶けるんじゃないかと思って、そうそう、こんなせっかちの人いないなと思ってちょっと夢与えたいな、これ見てる糖尿病境界線の人に。ただね、こっからでも僕筋トレ行きますから、この痩せたのを機に。あ、そう、はい、そうのタイプはすごくつくはず、筋肉は。どっちがいいですか。あんまりついてほしくもないけどね、その場合ってみんな言うんですよ、うん、みんな甘やかされて25年ですから、もうゴーイングアンダーグラウンド。そうそう、あ、まあムキムキなのね。ムキムキになると音楽変わっちゃいそうな感じしません、ね、ムキムキになると声出なくなるよ。お前ブラウマンじゃないんだからいや僕そんなこと言ってませんよそれムキムキになるとな、いいことないですよね、ミュージシャンムキムキ。ないよ、大概いいことないからな。何事も程よくが一番いいんだよ。そう、だからやっぱその上野さんとか太郎さんとかのこう後ろ姿見ながら歩いてる時に、今日もちょっとブラッとしたじゃないですか、うんうん、やっぱなんか選ばれてないんだなと思って、そういうその背丈とか欲しいじゃないですか本当は。そんなことないよ、 BB キングとか。そういうBB キングBB キングってだって企画がまたちょっと、ボディドリーを見てみろよお前、ボディドリーを。あのそうだよ、あのほらなんだっけ、サチアナイト歌ってるセチン、ドクタージョン、ドクタージョンとかだってかっこいいじゃん。あ、いいですね。でもドクタージョンのかっこよさは、うん、もう我々世代にしか分からないじゃないですか。いや、そんなことないよ。ありがとうございます。いただきます。すいません。ガンボなんか名作中の名作でしょ。うん、そういけるよ。今日は糖質解禁しようよ。いや、今日ふざけまくったろと思ってますよ。あ、マジで。今度もう先生が拍手したんですから。そうだよね。あ、記念日だよね。頑張った頑張ったっつって。それぐらいがないと。帰りにセブンイレブンでスイーツ2個ぐらい買って寝床で食ってやりますよ、マジで。ピノおごっちゃうわ、私。いや、もう最高ですよ、もう。ピノ終わっちゃうの？いや、ピノおごっちゃうよ。ああ、ピノね。あれ、なんでさ、あの、酔っ払ってホテル帰るときピノ買うんだろうね。調子に乗って買うじゃない。ね。開けるの忘れてるんですよ。ゆるゆる、ゆるゆる。そうそう、朝ゆるゆるっすか？朝起きたら茶色い液体の山がね、6つあるんだよね。この前でも大阪行った時楽しすぎてそうなりましたね。やっぱ久々に大阪行ってライブやって飲んでみんなで打ち上げしてシュークリーム買って帰ったんですけど、わかる、液体なんですよね。だからあのこのシュークリームの皮の中で液体がピヨピヨしてるぐらいにな、片栗粉溶けちゃったね、溶けちゃったみたいな感じになってたんですよね。ツアーでラストコンビニでさ、さあ俺肉まん買ってたんだよね。でもあんまん派でしょ。でもいや、でもなんか肉まん食っちゃう。あんまんも食うよ、大体。あんまも食うけどさ、ちょっとラストコンビニそういう癖ありますよね、うん、人の癖。あれなんかその同じゴルゴ13買っちゃうんだよな、性癖が出るなんかその僕、うん、あれ買っちゃうんですよ、レジ前にある50円ぐらいの、うん、あと大福とか。いや、大福じゃ、羊羹、すずりのすずりみたいなあの羊羹買っちゃうんですよ。あれプロの域だね。あれ2個買っちゃうんですよね。プロだね、プロだね、うん、あれ買っちゃうんだ。他の追従を許さないね、うん。ゴルゴ買っちゃうない、ゴルゴ。俺はどっちかっていうと、あっちの黄昏流星群。あ、買っちゃいますね、うん、あれ続きもんじゃん。いやいや、あの人間交差点。あ、交差点ね、うん、1話完結のやつもあります、黄昏流星群。あ、そう、俺結構読んでるよあれ。泣いたりしてます、ちゃんと。泣くんだよね俺。三丁目の夕日泣くね。蛍の墓で泣いた男だよ泣きべそこうちゃんって言われてんだろ結婚式とかでもじゃあ結構泣くタイプですか。そうな、俺ね、あのスピーチあんじゃん、お母さんに。わかるよ、わかる。席外すもん、もう泣いちゃうから絶対無理だから。わかる、わかる。席離無理だよね。無理無理無理。
俺初めてのお使いなんておえつあげてるんだよ。あれはね、あれはダメだって。ダメだよね、あれ。あれはダメ。あれは本当にダメだと思う、うん、あのビニール袋こうやってこう、そう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 、引きずりながらさ、はいはいはい、帰るんだわ。で破けるじゃん、うん、で中落としちゃうんだよ。それ頑張れとか思いながらこう見てて、普通に泣いてんすか。見て泣いちゃうよ、うん、家帰ってママがこう抱きしめた瞬間にもダメだよ。結構じゃあちょっと泣くとかじゃなくても結構泣いてんすか。本気だね。それないかも。本当？ああ、お前鬼畜なんだよ。いや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 、もうちょっとなんか達成感とかで泣くとか。いやいや、それでまたね、最近子供も泣けないけど泣くんだけど、はい、最近親見て泣いちゃうんだよね。ああ、そっちまで行った。行った。この前映画あのちょうどお盆ぐらいの時に、うん、家にずっといて映画見てたんですよ、うん、でそしたら誰かがツイッターでこの映画面白かったっつって、うん、カセットテープダイアリーズっていう映画があって、うん、アマプラに、うんうん、あの要はパキスタンの移民のイギリスに住んでる子が、うん、要はあのブルース・スプリングスティーンに出会って、うん、世界がこう広がっていくって話なんですけど、うん、もちろんその子が主人公なんですけど、うん、そこにはそんなものにうつつつ抜かしてんじゃねえっていうすごい古いタイプの親父がいるんですけど、僕もう親父だから親父の気持ちも分かって親父と打ち解けた時にその映画見て泣いたんですよ。でどっちに感情移入してるかって言ったら親父だったんですよ。それはそうだよ。あ、それそうなりますか。やっぱりそれはそうだよ。だって昔さらば青春の光見た時にさ、親父がさジミーの親父が怒るでしょ。あの時はジミー払ったじゃん、あの子まだ若い頃見てるから今完全親父寄りだもん。あそうかもね、あのレディステディーゴー見てる時ですよね。そうそうそう、濡れたジーパン履いて、そうそうそう、スティングがかっこいいんだよ。スティングね、まあな、まあ年取ったんだよ。年取った。名前変わっただけですか。こういったことないですか。ボブリは ここですね。好きだな、ここ。うまい、みんな好きだね。あ、そう。あいつも謙遜してそんなことないって言うんですけど、一人で来て食べたりしたと思うんですよ。手を案内するふりをして、お金を騙す。あとはフランコです。店はガニも。だってあのラーメン以外もうまいじゃないですか。客人はフランコだ。うまい、うまい。餃子とかつまみながらビール飲んで、焼き鳥で決めるかってあそこで2、3杯飲んでみた。なんかゲストが今日いるらしいんですよね。来た？ちょっと呼び込んでいいですか。来たの？来ましたか、ゲスト。まあ、ちょっと待ってくる。さあ、というわけで、はいはいはい、あれこの前、うん、前回が登場してないですもんね、高橋さんね、うん、うなぎ屋のカットで映ってたのか、映ってたぐらいですけど、うん、まあでもこれ首謀者というか、うね、このスピークイージクワトロの、うん、なんかやろうぜっていう、うん、そうだね、改めて、はい、ご紹介します、うん、クラブクワトロの肩書きは何になるんですか。肩書き、アルバイト、もうね、アルバイト、そうよ、もうアルバイトよ、もうね、まあ、俺らの時代はもう店長、店長って言ってたけど、ね、そうそう、まあでもね、未だにね、もともと池袋のパルコのね、はい、サラダ専門店にいたんですよで、まあパルコだからね、ただ突然人事がありまして、いきなりクワトロの店長になれたんで、ね、というのがもう88年ぐらい89年ぐらいかな、うん、それは名古屋、名古屋クワトロ、名古屋、名古屋、名古屋オープンでね。そう、俺も一番最初に出会ったのも名古屋だもんね。あ、そう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 。え、高橋さん、じゃあその時からもう知ってるんですか。じゃあ、いや知ってるけど、加藤久志がほらねえ、うん、あのなんつうの、
態度悪いでしょ。態度悪い。だから僕は言えないですけど、まあ、怖かったっす。僕は怖かったっす。全然最初の時点で喋れなかったね。はいはい、怖かったっす。そうそう。でだんだん孝太郎がなんかこうライブが終わると勝手にバーカウンターでこうビール継ぎ始めた。そうでもいい。してますよね。そこからだよね。そうだね。うん。じゃあもう30年どころじゃないんじゃないですか。そうだね。30数年だね。30数年。そうそうそう。ずっと店長って呼んでたんだけど、うん、もう店長の肩書きがなくなって、うん、オペレーションチーフっていう。そうそう。で、はい、上野くんがオペチって言ってたんだよね。いやいや、じゃあ孝太郎さんだよ。孝太郎がいたの？そうだっけ？孝太郎さんかな、オペ加藤さんかな、うん、倉太郎の顔だからさ、やっぱりあの外せないんだよね、春子としても。そんなことないと思う、ね、顔代だよ。まあね、ずいぶん良くしていただいて乗り切ったんですよ、その辛い時期を。じゃあ高橋さんいなかったら乗り切ってないっていう。乗り切れなかったね。すごい人ですよね。だからそう考えると1900、2003年ぐらい。2003年か、2001年とか。そうそうそう、マンスリー作戦ね。そう、マンスリーで何ヶ月かやって、そう、まあ、ベーシックの土台を作ってみたいな、ね、そこからで、そう、後半地方に行けばいいんじゃないの。そう、うん、それから武道館までね。武道館まで行ったからね。そうなんだよ。どんな風にこう見てきたんですか、この音楽業界を。音楽業界っていうか、まあこういう孝太郎さんみたいな人もいて、うーん、上野さんみたいな人もいて、まあでも俺はまだね、90年代デビューだから、まだね、30年経ってないもんね。オペチの知り合って、そうだね。ミッシェルはクワトロやってた。やってたやつ。もちろんやってた、うんうん、昔はもうちょっとなんかほら奥に楽屋あった、名古屋システムの頃でしょ。そう、まだ。あ、そうなんすか。そうだよ、うん、名古屋システムでも僕ない時ですね。じゃあ今でも名古屋も下にでかい楽屋できちゃってさ。そうだね、すごいよ。クワトロの何、客席ぐらい広いんだよ。へえすごい、ね、え、オペチ名古屋と渋谷だけ。そうだよ、大阪は行ってないんだ。いたあ、いたね。1年間いた。いたよ。そうなんだ。1年行っていた。やったもん、それ大阪ね。心斎橋。そう、横広のところですね。そう、ちょうどその頃の渋谷改装中で、ああそっか、数ヶ月閉めるって話があった時で、うん、わあ、ゆっくり休めるぞこれはと思ったら、うん、いきなり大阪って言われて、と思ってね。何するんですか、例えば。じゃあ大阪に行けって言われて、うん、じゃあ仕事としてはどういう、そのなんかちょっと閉めといてくれよってことじゃないですか、多分。大阪行っといてくれってことは、うん、まあね。そうでも閉めるんですか。そうでもないんだけども、まあまあほらね、ずっとやっぱりね、まあ、こうスタッフが一緒だと新鮮味がないから、あ、たまにはこうパッキリとね、来たぜっつって。そう仕事はまあちゃんとやって、仕事ちゃんとやってますよ。夜もマジ本当飲みニケーションみたいな感じで、まずステーキ屋探すんだよ。もちろん結構でも幅利かしたよね、1年なのにね。あのね、東京、まあ名古屋が長かったでしょ、うん、だから俺がポッと大阪行ってもほら、大阪のイベンターの方々もほら、うん、はいろいろこう噂聞いてくれてるんで、はい、来たぞと。来たぞ、ついに。皆さんがこう、よろしくお願いしますって来てくれるわけよ。嬉しくなっちゃいますもんね、どこそして。そう、あ、もうお話聞いてますって言うんだけど、何の話聞いてるか知らない。噂の金がね、聞いてますって言うんで、来てくれるんだけど。渋谷でチームを閉めた話やな。そんなことない。まあね、いろいろね。でも大阪楽しかった。あ、本当、うん、大阪すごい楽しかった。広島はね、オープンの時にね、2週間ぐらい行ってたかな。うーん、高橋さんは親父狩りにあって全員閉めちゃったんだろう。見るでしょうね。いや、買わないですね、多分、うん、そもそもそういうね、あらぬ噂でこう、いろんな噂でこう、大本当だって、いや、大きくなっちゃうね。尾ひれつきますから、つきまくる、この業界は。だって遠くから見たらキラーカーンだよ。今日もだから、あの、さっきパン屋行ったじゃないですか。パン屋行った時に最後写真撮ってたじゃないですか、うん、なんかあの地上げすんのかなと思って、ここの物件いいなみたいな。怖いですよね、だから地回りの、ね、怖い人みたいな感じになってた、うん、あそこ場所が場所だしね、はい、僕でもあれですからね、それで行ったらもう普通にやっぱ全部スタッフの人があのブッキングとかももうしてたから、そんな怖い人がいるのかっていう。そう、事務所なんか行ったことないですもん。オペチルーム行ったことない。オペチルームないです、ないです。オペチ専用ルーム、あの薄いグラス使ったことない。なんすか薄いグラスって。前は当たったら割れる。オペチの部屋あんだよ、クワトロに、うん、
今でもあるんですか。あるよ。あるある。そこにねもうすごいバカラのグラスみたいなのがいっぱいあってさ、それで飲めるんですよ。誰が飲むんですかそこで。怖いよ。怖い。マフィアの世界じゃないですかそれ。そんな部屋あるんですか。別室なんですよ。これちょっとじゃあ続いたら一回オペチルーム、うん、オペチルームでやりませんか。狭いんだよね。狭い。名古屋のクワトロの楽屋で撮ってもいいね。そうね。だねラボあるじゃん、クワトロのラボ。 あそこもあの薄いでしょ、うん、はい、あれオペチのね多分なんか意見がガッと通ってるわけよ。クワトロオペチが使ってるグラスをあの視聴者プレゼントってあの薄いやつ薄い。